寒さ続く東京レース場、試練が待ち受けていた雪降るアクエリアス杯。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。芝からダートに入ります。花を奪っていたのはエルコンドルパサー。2番手の位置で先頭を伺うのは4番大気シャトル。そのうち並んで3番大気シャトル、一馬審査9番大気シャトル。この辺りまでで先頭集団を形成しています。各馬娘一段となって団子状態の大混戦。お互いに転生し合っているようですね。先頭集団を見ていきましょう。先頭を行ったのはエルコンドルパサー。続きました3番大気シャトル、4番大気シャトル。ここにいた2馬身3馬身開いて9番大気シャトル、5番手に7番アグネスデジタル、すぐに続いて1番アグネスデジタル、6番オグリキャップ。追走大欅を越え4コーナーへ。互いに足を止めている展開。これは直線勝負になるか。さあ外から先頭を伺うのは3番大気シャトル、6番オグリキャップ。前を狙っていると最終コーナー最初に駆け抜けてきたのはエルコンドルパサー。4番大気シャトル、ここで抜けました。栄光まで400飛び込んできた4番大気シャトル。前は2人がしのぎを削る4番大気シャトル。足色は衰えない。残り200、4番大気シャトルリードは1馬身。追いすがる3番大気シャトル、4番大気シャトル。今ゴールイン。勝ったのは4番大気シャトル。ライバルに打ち勝ち見事大きな1勝を手にしました。2着には7番アグレスデジタル、3着3番大気シャトル。スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。2番大気シャトル、8番大気シャトル、この2人が競り合っているぞ。芝からダートに入ります。2番大気シャトル先頭に勝ちました。2番手の位置で先頭を伺うのは7番オグリキャップ、3番手に8番大気シャトル、4番手に3番アグネスデジタル、6番アグネスデジタル。並んできた。その外並んで9番オグリキャップ、2馬身3馬身開いて4番オグリキャップ、そしてシンボリルドルフ、1馬身差グラスワンダー。2番大気シャトル先頭進みますが、これは正解でしょうか。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。先頭から後方まで間延びした展開です。後方の馬娘が差し返せるのか気になる開きです。大手焼きを越え4コーナーへ。互いに足を止めている展開。このまま直線での争いになるのか。さあ外から先頭を伺うのは7番オグリキャップ。まだ1馬身以上の差があると。ここから捉えることができるのか。最後のコーナー先陣を切ったのは2番大気シャトル。栄光まで400、並んでくる6番アグネスデジタル、6番アグネスデジタル完全に抜けました。200を通過、6番アグネスデジタル。足色は衰えない2番大気シャトル。食らいついていく6番アグネスデジタル。1着でゴールイン。実力をいかなく発揮しレースを制した。勝ったのは6番アグネスデジタル。ライバルに打ち勝ち見事大きな1勝を手にしました。2着には2番大気シャトル、3着に入ったのは9番オグリキャップ。スタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。芝からダートに入ります。期待通りの結果を出せるか。1番人気オグリキャップ、スマートファルコン快調に飛ばして行きます。先頭集団を見ていきましょう。さあ花に立ったのはスマートファルコン。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは4番大気シャトル、1馬身差9番大気シャトル、内で5番大気シャトル。この辺りまでで先頭集団を形成しています。各馬娘一団となって団子状態の大混戦。これだけ密集していると紛れがありそうですね。先頭スマートファルコン、レースは淀みなく進んでいます。先頭から大きく離されて2番手は4番大気シャトル。大欅を越え4コーナーへ。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。勝負は最後の直線に持ち越された。オグリキャップ前を狙っているぞ。気持ちよく逃げている。スマートファルコン最後のコーナー、最初に駆け抜けてきたのはスマートファルコン。400を切りました。突っ込んでくるオグリキャップ、内から仕掛けたのはオグリキャップ。オグリキャップ並んできた。オグリキャップここで抜け出した。200を通過。オグリキャップ追い込んでくる。オグリキャップリードは2馬身、先頭はオグリキャップ。変わらない。オグリキャップ1着でゴールイン。実力を遺憾なく発揮しレースを制した。勝ったのはオグリキャップ。ライバルに打ち勝ち見事大きな1勝を手にしました。2着は5番大気シャトル、3着は9番大気シャトル。スタートです。
各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。スマートファルコン快調に飛ばして行きます。芝からダートに入ります。先頭はスマートファルコン単身で飛ばして行きます。先頭から大きく離されて2番手は4番大気シャトル、それを見るようにポッコータル前、4番手に6番大気シャトル、ここまでが先頭集団。先頭集団を見ていきましょう。さあ花に立ったのはスマートファルコン、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのはポッコータル前、1馬身差4番大気シャトル、4番手6番大気シャトル、5番手には1番オグリキャップ、内から行く9番アグネスデジタル、外を回って8番アグネスデジタル、大欅を越え4コーナーへ。この直線で勝負が決まるぞ。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。まだ牽制し合っているのか。互いに探り合いのままレースは進みます。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。最終コーナーを曲がって最初に駆け抜けてきたのはスマートファルコン、栄光まで400、4番大気シャトル、先頭は4番大気シャトル、これは強い、食い下がる、1番オグリキャップ、残り200、先頭は変わらず4番大気シャトル、4番大気シャトル、足は衰えない、4番大気シャトル、1着でゴールイン。実力を遺憾なく発揮しレースを制した。勝ったのは4番大気シャトル、ライバルに打ち勝ち見事大きな1勝を手にしました。2着は1番オグリキャップ。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。苦しい戦いを強いられている3番アグネスデジタル、ここからどう出る。芝からダートに入ります。スマートファルコン快調に飛ばしていきます。先頭集団を見ていきましょう。さあ花に立ったのはスマートファルコン、このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手は大気シャトル、それを見るように6番コパノリッキー、1馬身離れてポッコータル前、5番手には2番コパノリッキー、2馬身差8番アグネスデジタル、2馬身3馬身開いて3番アグネスデジタル、5番アグネスデジタル並んできた、2馬身差オグリキャップ。スマートファルコン先頭を進みますが、これは正解でしょうか。スマートファルコン彼女の客室には合っていますね。大津焼きを越え4コーナーへ、互いに足を止めている展開、果たして抜け出すのは誰だ。3番アグネスデジタル、まだ抑えたままだ、まだ1馬身以上の差があると、ここから捉えることができるのか。最終コーナー最初に駆け抜けてきたのはスマートファルコン、残り400、オグリキャップ、いきました。3番アグネスデジタル、すごい足が上がってきた。3番アグネスデジタル完全に抜け出した、2着を通過、これは強い。先頭は変わらず3番アグネスデジタル、勝ったのは3番アグネスデジタル、最後意地を見せて栄冠を手にしました。勝ったのは3番アグネスデジタル、ライバルに打ち勝ち見事大きな1勝を手にしました。2着はポッコータル前、3着はスマートファルコン。ありがとう。